はい。それではコード見ていきたいと思います。外装から見ていきます。まずフロントバンパーですね。右前の方ですけども、まあ、この辺りに飛び石傷とか、薄い線傷入ってまして、あとは下の方ですね。塗装のひび割れが出てまして、下覗くとこう擦ってるような感じですね。どうしてもやっぱり車高がね、低くなっちゃうので、この辺りは擦りやすいですね。で、中央部分なんかはこんな感じで、擦り、小傷などがあって、まあ、塗装のひび割れなんかが出てる感じですね。グリル周辺は綺麗な感じですかね。まあ、ただこういう縁とかは、少しひび割れが出ております。左前ですけれども、まあ、こちらの方は飛び石傷とかがある程度っていう感じですかね。はい。ヘッドライトは左右ともクリアで綺麗な状態です。続いて、ボンネット。へこんでるところは特にないですね。で、色あせもなくて、艶もあって綺麗なボンネットですね。この辺りにこうタッチアップがね、してあるところが、まあ、いくつかちょっとあるかなというような感じです。はい。では続いて左側面見ていきます。左フロントのフェンダーですけれども、綺麗ですね。で、ホイールが車外のホイールに変わっておりまして、ガリ傷は特に見当たらなそうです。まあ、ただこのリムのところのこのメッキ部分が少しこうですね、焦ってきてるっていうのは出てきてますかね。ちなみにタイヤサイズは22540の18という感じで、タイヤの溝もたっぷりと残っているので、まだね、このまま使えそうですね。ドアミラーは綺麗な状態で、助手席側のドア、綺麗ですね。サイドステップ周りも、綺麗な状態ですかね。まあ、後ろの方はちょっと飛び石傷ちっちゃいのがあるかなっていう感じですね。で、左リアのドアですけれども、こちらも綺麗な状態で、左リアのフェンダー、こちらも綺麗ですね。で、ルーフサイドの方も色あせ特に出てなく綺麗な状態になってるんですけども、このドアの縁ですね。ここがちょっとこう、中のメッキが見え始めてくるような感じですね。で、左側面の凹みですけれども、特に見当たらなそうですね。はい。続いて、左リアのホイールです。左リアホイール。こちらはメッキ部分も含めて綺麗ですね。タイヤサイズはフロントと同じになりまして、タイヤの溝もたっぷりと残ってる感じです。はい。続いて、リアバンパー見ていきます。まず左後ろからですね、綺麗な感じでして、続いて中央部分ですけれども、ここにちょっと塗装のひび割れがありますね。で、下の方のこのエアロ部分、ここがちょっと傷があってタッチアップ。この辺も飛び石傷のタッチアップ。で、もうちょっと傷があってタッチアップしてる感じですね。で、右後ろ。下覗くとちょっとここが、擦ってる感じですね。この辺りもちょっと擦りがあって、あとこの辺りもタッチアップがあるといった感じになっております。続いてトランクです。トランク。僕は、凹みも傷も特に見当たらなくて綺麗ですね。はい。続いて、右側面見ていきます。ここちょっと凹みがあって、傷タッチアップしているところがありますね。あ、ここも傷と少し凹みもあるかなという感じです。で、ルーフサイドの方は、色あせは特に出ていなくて、で、こちら側もこのドアのこの縁のところですね、中のメッキがちょっとこう見えてきてるような感じですね。続いて、右リアのドアですけれども、綺麗ですね。サイドステップ周りは、
ここちょっと下覗くと吸ってるような感じです。で、運転席のドア。綺麗ですね。サイドステップの前の方は、まあ多少ちっちゃい傷があるかなと、言ったぐらいなレベルですかね。こんな感じになっております。で、ドアミラーは、ちょっと薄い線傷が、動画だとあんまり映んないかもしれないですけど、あとここにちょっと擦り傷がある感じですね。で、右フロントのフェンダー、綺麗な状態になっております。で、右フロントのホイールですね。こちらは、ガリ傷は、特に見当たらなそうかな。このちょっとスポークのところに少し傷があるかなっていうぐらいですね。で、右側面の凹みですけども、まあ先ほどのこのリアの、フェンダーのところとか、あとは、まあこの部分ですね。この凹みはありまして、ドア自体は特になさそうで、フェンダーは、フェンダーも特になさそうですかね。続いてルーフです。ルーフも綺麗ですね。こんな感じですね。はい。じゃあ続いて内装を見ていきたいと思います。まずは運転席の、ドアトリム周りからになりまして、綺麗な状態ですね。で、スカフェプレート周りも綺麗な感じです。フロアマットは、まぁ、ちょっとここのね、かかとを置く部分が少し薄くなってるかなっていう感じですね。で、純正のレカロシート。まぁ、多少こうね、擦れやすいところが白くなってはいるんですけれども、まぁ、全体的には結構綺麗ですね。助手席側も、こんな感じで、綺麗な状態になってます。で、ステアリングがですね、もものバックスキンタイプのステアリングに、変わっております。こんな感じですね。で、ダッシュボード上も綺麗な状態になりまして、グローボックスの中に ETC の支え機が入ってる感じですね。この辺も結構ね、傷つきやすかったりするんですけども、見た感じは特にそんなに、ここがちょっと何か貼り付けてたのかな。ちょっと跡がありますね。で、ここに、カロチレアの、ディスプレイが装着されております。無限シフトノブと。で、ここはちょっとやっぱね、肘を組んで擦れてますね。よいしょ。こんな感じですね。はい。あと、ドラレコが、装着されてる感じになっております。はい。では、ちょっとエンジンかけてみたいと思います。エンジンのかかりもね、スムーズですね。吹き上がりもね、いい感じですね。で、よいしょ。ディスプレイの方は、バックカメラあんのかな？あ、バックカメラありますね。こんな感じで切り替わります。はい。じゃあ続いてリアシート見ていきたいと思います。ドアトリム周りですけれども、綺麗ですね。で、リアのシートの方も綺麗な状態ですね。こんな感じです。で、結構でっかいウーハーがドンと乗っかってる感じですね。ちょっと古そうですね、このウーハーはね。こんな感じになって、まあ、車載工具の方も揃ってる感じですかね。助手席側の後ろのドアです。ドアトリム、綺麗な状態ですね。で、左後ろのシート周りも綺麗な感じになっておりまして、助手席のドアも綺麗な状態ですかね。
ここ少しだけ傷がありますかね。あとここも少しちょっと傷があるかな。で、スカーフブレード周りはこんな感じで綺麗な状態になっております。フロアマットもね、除石側はすごい綺麗ですね。こんな感じですね。で、まあ、天張りの方も見るからに垂れてきているというような感じはなさそうですね。はい。じゃあ続いて試乗してみたいと思います。ああ、すいません。エンジンルーム見てみたいと思います。はい。ではエンジンルーム見ていきたいと思います。まずベルト周りからですね。特に変な音はしてないですね。エンジンも特に変な音はしてない感じです。まあ、ただね、ヘッドカバーのハゲが結構ね、出てきちゃってる感じですね。で、エンジンルーム内ですけれども、かなり綺麗な状態です。こんな感じですね。はい。じゃあ続いて試乗してみたいと思います。はい。それでは、コードユーロ R、試乗してみたいと思います。後期モデルになりまして、走行距離はもう約17万キロぐらいという感じですかね。で、この車はですね、前のオーナーさんから買い取りをさせていただいたんですけども、その前のオーナーさんもですね、当社で販売したお客さんになりまして、まあ、この店員の車庫帳とか、このステアリングとか、まあ、ドラレコとか、そのオーナーさんがね、購入時に、取り付けをね、うちでさせてもらったものになります。なんで、まだ車庫帳なんかもほとんど距離乗ってないんじゃないかな。かなりね、車庫帳自体はまたね、すごい綺麗な状態でしたね。で、クラッチは、まあ一度はね、交換してる感じですけども、そろそろね、二度目の交換時期かなというような感じですかね。まあちょっとこう、ペダルの方も、まあ少しこう、ギギギギっていう音も出始めてきてるような感じです。まあ繋がりとかは特にね、問題ないですけども、多少ペダルもね、重くなってきてるので、この辺も全部リフレッシュしてあげると、結構乗りやすいんじゃないかなと思いますね。で、日照の方は、少しこと入りますね。で、無限のシフトノブ変わってまして、非常にね、操作性はいいですね。で、店員の車庫帳はとても乗り心地がいいです。で、このモモのバックスキンタイプのステアリングもですね、まだそんなにこう使ってないので、そんなにね、こう、バックスキンがなくなっているという感じもなく、まあ、肌触りもね、いいですね。で、こういうちょっとゴツゴツしたところの道に来ても乗り心地は非常にいい感じ。まあ好みに応じて、あとはこう減衰力もう少しね締めてあげてもいいかなっていうところですかね。まあもしかしたら高速なんかを走るとちょっと柔らかいかななんていう感じる方も、いるかもしれないですね。で、まあ、車の方はですね、特に何か変な音がしてるとか、何かガタが出てるというような感じもなく、アクセルの、ね、レスポンスもいいですし、まあ、本当こう17万キロ走ってるっていう感じは、ね、全然ないですね。エアコンもね、涼しい風が出てきております。はい、以上アコードユーロ R の試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施とエンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。